こんにちは、シーバードです。今回は Line6 の HX ストンプと Zoom の G1X4 を鳴らし比べてみたいと思います。皆さんご存知の通りですね、価格差がございます。 Zoom の G1X4 は1万円以下で購入できるんですけれども、こちらの HX ストンプは7万5000円ぐらいで販売されていますね。6万5000円のこの価格差、やはりですね、この HX ストンプの評判はかなり良くて、レビューなんか見ててもね、みんながこのサウンド絶賛してます。もしね、このズームとかから買い替えを考えている、ランクアップさせたいと思っている方はぜひですね、参考にしていただけたらなと思います。今回鳴らしてみるのは同じモデリングがいいなというところで、マーシャルの800をですね、軸にしながら鳴らしていきたいと思います。そしてブーストとして使用するのはチューブスクリーマーと、王道な歪みをですね、鳴らし比べていきたいと思います。では設定を見ていただきましょう。 HX ストンプと G1X4 どちらもね、ほぼ同じ設定にしたいと思うんですけれども、この HX ストンプはですね、非常に細かく設定ができるので、ドライブ、ベース、ミッド、この辺を12時にして、トレブル、プレゼンスもそうですね。で、マスター、サグ、ハム、リップル、バイアスとですね、たくさん機能があるんですけれども、この辺はね、G1X4 にはないので、基本的な設定を合わせていきたいと思います。ほぼ12時にしておりまして、キャビネットもですね、マイク57、細かくね、いろいろ設定ができるんですけれども、これはね、初期状態のままにしておきます。そして前段にあるチューブスクリーマー、ゲインも12時で、トーンを 6.5、レベル7という風な感じです。続いて G1X4、まあ、先ほどお伝えした通りですね、ほぼ同じ感じで12時にしております。で、キャビネット。マイクはね、57寄りにしようかと思ったんですけれども、ちょっとね、ジャリジャリなりすぎるんで、ハーフでいきたいと思います。そしてチューブスクリーマーですね。これは HX ストンプと同じ設定にしております。ではこれで鳴らしていきます。
というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。さすが HX ストンプですね。音の粒のきめ細やかさ、そして膨らみ方、距離感、本当にいい音だなと思います。弾いてて感じたのはですね、レスポンスがめちゃめちゃ HX ストンプはですね早い。ズーム G1X4 を遅いと感じたことはないんですけれども、ピッキングのレスポンスが素晴らしいですね。価格に6万5000円の差があるマルチエフェクター、参考にしていただけたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。